じゃあ、じゃあ、いやで、じゃあ今回、いや、違うんですよ、お前の違うんですよ、聞いてください暗い雰囲気が聞いてください、来ます。今回はちょっとこのテンションで行かなきゃいけないと思います。おお、まあやっぱり豊さんがこのチャンネル始めた時に、うん、当初やっぱこの球界にメスを入れていきたいと、なるほどね、おっしゃって、おっしゃってました、残ってます、ちゃんと、はい、今回この野球界のタブーっていうものが存在するのかどうかというのを豊さんにちょっと切り込んでいっていただきたいなと。もしかしたらこの、NPB にマークされるかもしれないです、今回の動画は。はい、豊さんにメスが、今回もしかしたら、はい、そのぐらいちょっと言ってみよう。はい、じゃあ何聞きたい、俺からお前そんなこと言ったら、はい、俺からお前地雷踏みに行く話はしないよ。ああ、お前だから聞いてこいよ。そうですね。でもそんなお前メスが入るかも分かりませんって言って、はい、俺が自爆するか、お前自爆チャンネル、ああ自爆チャンネル、本当に自爆するか、自爆チャンネル。まあまあ簡単なこと言えばさ、ね、はい、試合が始まりました、はい、まあ例えば10点差開きました、うん、まあ回も終盤になりました、はい、足の速いランナーが出ました、はい、ファーストはもうベースについてません、うん、まあ試合をまあ大体諦めたような状態だよね、はい、そういう時にまあ盗塁を仕掛ける、はい、記録的には盗塁にはなんないんだけども、そうなったら、はい、なぜ走るかっていうと、侍で言えばさ、もう仮死状態のやつにまだこうカスキードつけてるような状態、はい、もう一気に開拓してくれみたいな感じの時に、そういうこうなんていうの、見た目が悪いようなさ、はい、そういうことをやるっていうのはタブーになってるよね。あ、まあこれタブーっていうか、まあ紳士協定の一つだよね。あ、うん、ただ今ね、この人の感覚によって、例えば8回によ、はい、6点差とか7点差とかあったらもうそういう攻撃はしないと、うん、っていう人もいれば、いや6点7点じゃまだ分からないと、あと2イニングあって、あ、そうっすね、なかなか難しいんだよ、まあね、今年の中日ヤクルトみたいなことありますからね。6点差ひっくり返したから、ね、そうっすね、本当にありえますからね、あれ紳士協定守ってあれだったらちょっとね、いや足すくわれたみたいな、そうっすよね、本当に現代の野球っていうのは本当難しいよね。うん、ひとたび歯車が飛び出したら6点7点で一気に取る時あるからね。高校野球もありますからね、それも。でも一応そういうものは存在してるということ。 あとはやっぱ規則によって、球団によって罰則が違うとかさ、まあいろいろある。まあ例えば DeNA で、まあルーキーで入ってきた選手はもうタコ吸っちゃいけないのね、はい、これはルールだから、球団の、うん、これは守らなきゃいけないんだけども、これ俺らがまだコーチでいた時に、はい、吸っちゃったんだよね、キャンプで、秋のキャンプで、はい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 、初日だよ、初日、ね、それ見つかって初日に帰ってきたからねだからそれはルールだから、まあね、まあ、それはしょうがないんだけど、でも面白いよね、面白いですねあとはね、そんなにないよね、多分ないですね、暗黙の了解みたいな。なんか昔、なんかそのやっぱ前も話してましたけど、なんかその当てられたら当て返すみたいな、そういうみたいなのもありましたね。でもあからさまに向こうがさ、はい、やっぱ挑戦的にやってくると、やっぱそういう事態に陥る可能性があるよね。あ、うん、まあ今もうわざと、昔はさ、はい、わざとということはなんか完全に狙ってきてんなっていうことがあった、うん、おいギャーンとか言って言われるんだから、ピッチャーの足が完全にこっち向いてんだから、みたいな、怖いっすよ、そういう時もあった、はい、そういう時代もね、うん、まあ、でも今はね、やっぱないと思うわ、だから難しいよ、ね、定義みたいなのが、まあ、あんまりないっすもんね、なんか、まあ、証拠とだからもう徹底的にやるんだったらやってないっていうのが、やっぱ鉄則にはあるけどね、まあ、それでなんか結構批判とかもあるかもしれないですけどね、そこまですることは、まあまあ、そうだよね、今の時代はね。みんな勝ち見てるんですよね、やっぱり、はいはい、チャンネルと一緒ですね、はい、勝ち見てる、勝ち見てる、いやこれ勝ち負けじゃなくて、これは楽しんでいくこれなんか勝負を挑んだよな、そうお前無駄に勝負挑んだ、負けちゃうよお前チャンネル登録数が、はい、お前の一言で減ってたらお前大変なことになるからね。いやいや、それはもう本当にじゃあお前お願いしとくよ、はい、これからも、はい、よろしくお願いします。違うでしょ、チャンネル登録お願いします、チャンネル登録をね、ぜひお願いします、高評価ボタンもお願いします。